ばんは。ちょっと時間が余ってるので30分ぐらい配信します。さっき夜ご飯食べてきてめっちゃお腹いっぱい。満腹やばい、眠くなっちゃう。おう、安定しないですね。今日 iPhone でやってるからさ。伸びたね。うん、すごい長い。何このパンダ、すごい。どうも。っていうパンダ。ビスケット、なんだビスケットって。ホワイトデーなのか、だからお菓子みたいな感じなのかな。ドーナツとかキャンディーとか。ホワイトデー、来週ホワイトデー。そう、今日満月ですよね。月がね、すごいかっこいい。今日の月存在感がすごくて。ドーンって。レッスン上ですか？そうですね。誰かいるかなって、すごいなんか時間、次の仕事まで時間が余っちゃったので誰かいるかなって思って来たんだけど、なんか誰もいなくて寂しい。誰かに会えるかなと思ったんだけど。やばい、目かゆくなってきた。ショールームにはオダがいるぜ。ありがとうみんな。あ、かゆ、やばい、かゆい。
目薬しよう。バッグの中に目薬2種類入ってる。おーおー、わー、かゆい、余計にかゆい。スースーするやつじゃないんだよねこれ、病院のやつ。目薬刺した方がかゆいかも。うん、忘れよう、かゆいことは。うん、何話しますか。かゆん、幕張の一部9時から9時スタートですよね。懐かしい、握手会の時のスケジュール。9時スタートってほんと早いよね。朝中の朝じゃん。9時って。しかも幕張でしょ。しかも私、一部とか多い気がする。でも楽しみ、お話し会みんな来てください。来て、オンラインもリアルもどっちでも、得意な方どっちもでもいいよ。この前リアルでやった時はグループだったから、なんか4人で、だからなんか4人連だから自分以外のファンの方もいっぱいいて、だからね、初めましての方とかとリアルでお話とかして不思議だったけど、次はあれじゃないですか、個別だからね、楽しみ。次って言っても5月だもんね。5月だよ。もう8のコンサートも終わってるんだ、5月には。ね、寂しい。
でもそういう話もできるからね。次の話し会はちょっと先だけど。そう、舞台もあるから4月は前半舞台トリコロールシアターっていう六本木にある劇場で行ったことなくて、これも初めて行きました。なんか朗読劇やってたので見てきた。私シェイクシャック大好きなんですよ。ハンバーガー屋さん六本木にもあるから絶対本番中いっぱい食べる。うわやばい、痒い痒いよ。そうだよね、小田も舞台、しかも千秋楽の日一緒なんだよね多分、っていう話をね、したの。結構多いですよね、その時期舞台のメンバー。さすがセントラル、いや YK エージェントです。今日の夜はカツ丼。おー、カツ丼って食べないよ、うん、あ、うん、いいと思う。でもさ、事務所の名前をさ、ファン別にのファンの皆さんにおもろい。はいね。スモアルね、え、小さな国チャンネル終わっちゃったんですね。ツイッターで知ったんだけど、ビビった。え、なんか全然呼ばれないなーみたいな思ってたら、いつの間にか配信終わってた。けどアンバサダーは続いてんのかな。わかんない。ね、年パスの皆さんさ。えって感じじゃない？どうなんだろう、アンバサダー
でも小さな国チャンネルないとさ、別にスマールで皆さんと会える機会も別にないしね。うん、スモールのなんかねポスター撮影みたいのしたんですよ、1年前ぐらい、1年経ってもう半年以上前に。どうなったんだろう。うん、わかりません。私たちもね、スモールのね、スモールでよく流れてる曲が頭の中で流れてる。何61って AKB グループ現在61位、え、めっちゃ下じゃん、何が。何の戦いしてんだ、めっちゃ低いけど。3位以内で焼肉の食事券。そうなんだ、大丈夫。61位だし、今60人抜きしないといけない。そうなんだ、勝手に戦ってんだ私たち今。焼肉のために。おもろ、焼肉この前食べてきた。初めて行くお店に行って、近所のね、なんか行くか悩んでたの、どうかなって悩んでたら、お店の外にいた人がここうまいですよとか言ってきて、え、本当ですかとか言って入ってみたら、めっちゃ美味しかった。そう、最近近所にいいお店を見つけ始めてきた。今までもあったけど、まあ、何軒かだけで冒険はせずにそこだけをローテーションしてたんだけど、最近また新しい一歩を踏み出すようになって、そうそう、開拓、うん。でもさ、馴染みすぎてさ、引っ越せなくなりそう。いつか引っ越すときめっちゃ寂しくなっちゃいそう。人生旅の連続だからね。うう、かっこいい。旅の連続。ディズニーでありますよね、人生は冒険だみたいな歌。それを一生聴きながら船に乗るアトラクションあるよね、猿がいっぱい出てくるやつ、なんだっけ、トム・ソーヤじゃなくて、なんだっけ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 、アトラクションの名前のコーナーらへんにあるなんか船に乗って、シンドバッドかな、全ちょっとピンときたけど、シンドバッドかな、あのアラジンのコーナーにあって、デカめの船に乗ってなんか猿とかが出てきて、全然他行じゃないやん、シンドバッドで永遠に同じ歌を聴きながらこう見るっていうアトラクション、シンドバッド2個
2個入ってたね、他行。ディズニー行きたい。シンドバッドストーリーボヤッジ、なんだろうね。ディズニー最近行ってない。私も全く行ってないです。行きたい。雫公園入りたい。私も出たい。雫公園コールありだもんね。のコール超絶かわいいマリアの時とかさ、マリ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 アの時とかあるじゃん。とかさあるじゃん。あれのあれはどうやって変えてんの？その場？大きい声の人に合わせる。おもろ。そうなんだ。へー。面白いそれ。なるほど。じゃあどっちもいるってことか。ただ大きい声の人の声ばっか聞こえてるってことか、私たちには。でもなんか覚えてる、その47を劇場でやってた時に、なんか数人だけなんか言ってるなみたいなのがあったんだよ。結構初期劇場でね、普通にイントロやってて、なんかこの人なんかずっと喋ってんなみたいなのがあったんですよ。でそれが後に浸透してて、あのみんなイントロでそのなんか言ってるなって思ってたガチ恋工場をみんなで言ってて、そう最初の頃はえー、みたいな、なんかめっちゃ言ってるみたいに思ってた。みんなが言ってなかったからさ、その時は。懐かしい。ビビったもん。
これさ、これくらいの高さにしたいな。目線の高さに。低いテーブルが。よいしょと。そんな時代もあったね。そうですね。あやちゃん YouTube やらないですか？やらないと思います。私そもそも YouTube を全く見ないからさ、わかんない。確かにポンズチャンネル、そしてそういう話したわ、家族で。ポンズはなんかお仕事してないから、ポンズ YouTube やればポンズもなんか収入あるよねみたいな話をしてた。ポンズは所得ゼロだから。あ、でもたまに犬のねYouTube 見ます。犬か料理の YouTube たまに見てる。でもほんとたまに、月1、2とかですよ。ねえ、動物の動画見ると止まんないんですよね。いろんな可愛いワンちゃん出てきて。モフモフ動画、なんだそれは。モフモフ、あー、リュウジさん、はいはい。至高のなんチャーハンみたいなやつとかね。お酒飲みながら作ってる人だ。あ、ツイッターとかでもねよく出てくる。バズってるってことね。でも私あの方を見てます。見るときはあのしずるチャンネル、合ってるかしら。しずるチャンネル、は、名前がね、すいません。代々木上原にシオっていうレストランを持ってるシェフの方の YouTube。美味しそうだし、明るくて面白くて、あ、鳥羽シェフ、たまに見る。そのお店もチラ見したことはある。行ったことはないけど。あとは福岡旅行に行った時は、その旅行行く前にいっぱい福岡旅行って YouTube で調べて、
どこ行ったらいいかを探すために YouTube 見たりとかしてましたね。うん、そうだね、意外と調べることに使うかもしれない YouTube、 レシピとかもとか作り方とか、うん、あ、カメラ買った時はカメラの使い方も YouTube で見たし、そうだね、なんか結構 YouTube 説明のために見たりとかするかもしれない。うん、なんか文章読むより動画見た方がっていう派の人、私は。でもレシピとか見るのにしても、私は例えばなんだろう、なんか例えばカルボナーラだとして、カルボナーラ作ろうと思って、でも自分の作り方となんていう、一般的な作り方を比べるために、例えばカルボナーラって YouTube で検索して、もういろんな動画を見て、で自分との違いとか考えて、じゃあ私はこういう風に作ってみようかなって思って作ってみたりとか、なんか誰かのレシピをまるっと真似するってことはないかな。それを見て、じゃあ自分はこうしよう、いろんな人の見比べて、じゃあこうしようって思って決めたりとかしてる、レシピの時はね。カメラとかの使い方とかは全く分かんないから、いろんな人のを見て分かりやすい人のを見つけるって感じ。分かりやすい人の動画を見つけて、それでなんかあーってなるみたいな。すごいよね、ほんと何でもさ YouTube にあるんだもんね。早い、嘘でしょ、もう7時半目覚ましかけといたんだけど、もう7時半早っ。早い、怖い。え、もう嘘だ、嘘、早い、そんなつもりじゃなかった、嘘、早っ、もっとやりたかった。あ、25位25位になった、やった、ごぼうの木、40人ぐらいごぼうの木焼肉に近づいた。じゃあ行かなきゃね。今日のお月様綺麗そう、月がドンピカーンって感じ。じゃあランキング読みます。20位ホアン、ありがとうございます。19位ミヤコブルー群マニア、ありがとうございます。13位オヤちゃん、ありがとうございます。12位清水、ありがとうございます。11位ヒロノリ群マニア、ありがとうございます。10位マサヤトリヒラ、ありがとうございます。9位ピンクの小豚群マニア、ありがとうございます。8位鉄道のエイト、ありがとうございます。7位ムーンクーン群マニア、ありがとうございます。6位チャー群マニア、ありがとうございます。
5位、とち太郎、ありがとうございます。4位、三国屋善次郎、ありがとうございます。3位、ジャン群マニア、ありがとうございます。2位、りょう幕張の群マニア、ありがとうございます。そして1位はユアン台湾群マニア、ありがとうございます。ユアン、ありがとう。めっちゃねゲリラで始めたのにありがとう。いつも話を聞いてくれ。行ってきます。バイバイ、またね。バイバーイ。